神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします東日本大震災の犠牲者らを追悼する神奈川追悼の夕べが10日横浜市中区の象の花パークで行われました約200人が訪れ1100個ほどのキャンドルの火がともる中犠牲者への祈りが捧げられました 催しでは黙祷の後、ウクライナ出身者らによる祈りの演奏も披露されましたロシアのウクライナ侵攻をめぐり神奈川県は10日横浜市神奈川区の県民センター内にある多言語支援センター神奈川にウクライナ避難民に関する相談窓口を開設しました英語や外国籍の人にも分かりやすい日本語で対応していますが 今後はウククライナ語での対応も視野に入れるとしています。帝国データバンク横浜支店によりますと大和市に本社を置いていたパンや洋菓子の製造販売業者ベルベが10日までに横浜地裁から破産手続きの開始決定を受けました負債は約58億円でベーカリーチェーンの倒産としては過去最大ということです